オート刈り取りが結構きつかったな。だから距離離れたらあんまり動かない方がいいんかなっていうのはすごい思った。対空ここはしっかり取れてるんですが、まあ、垂直のジャンプ中キックでやられてたりしてたんで、ちょっともう少しそこは反省したいなってとこですね。ここまではいいんだけど、ここも対空したい。何も技置いてないんだったら対空しよう。それがまだできてないからね。それができれば割と、まあこれも結果的には状況いいですけど、もっとね、距離離れた時の、そう、 5HK からの 5HP っすよとか、5MK とかで、とっさのアンダーはガードしたいね。まあ、あんまり中断ないから、マッチでいいんだよね。G 戦は結構トリガー好きか。空中 V スキル置き多分スラとかで落とせたはずだからな。硬直長かったから。これも食らったからね。食らうともうすぐ画面弾くから、あそこはアンダーに以上は何もないです。ということで、まずはオートの刈り取りに対してと、V トリガーのアンダーガードをしっかりね、やりたいなっていうところと、大きい V スキルの方の対処法はしっかりやってきます。あそこもコパンガードした後に、ファジーでジャンプすればコパン抜けられるっちゃ抜けられるんですけど、それがサボって V シフトとかにしてたんで、まあ、結局あそこの受け止めで駒投げ嫌って V シフト打ったのに、まあそれをコパンでしっかりね読み合いにさせられてしまったっていうので、それがあかんかったということですね。